有酸素、食事、筋トレの順か、食事、筋トレ、有酸素、違いますか、順番ね。朝起きて、俺と同じだよね、朝トレーニングするタイプの人ね、おダンベルちゃん、今、アイバンコさん。俺はね、今は、もうこれ起きたばっかりで何も食べてない状態なんだけど、何も食べてない状態でトレーニングするのは好き。ファスティロって言って、空腹状態でトレーニングをしている、現在はというかこの週はで、俺結構朝トレーニングするよ、いつもこういう感じやってるんだけども、なのでまあこれは個人の好みって変だけど、本当はね理論的というか最も有効だとされる方法は、もし筋肉を大きくするということが目的、コンテストの調整中とかじゃなくて筋肉を大きくするということが目的であれば、まず食事、筋トレ、有酸素、この順番が俺は効果が最も高いというか、誰に聞いてもこれはまず食事をとって、要するに、寝てる時にね、食べてないので、まあ、6時間とか7時間とか8時間で人によって違うけれども、その間、筋肉中のグリコーゲンが減ってますよと、でさっきの質問の時にも言ったけれども、寝てる時でも人間はカロリーを消費して、生命を維持してるわけなので、炭水化物がグリコーゲンね、筋肉なのに貯蔵されてるグリコーゲンが減っていると、ね、いうことで、まずはそれを補充して、休んで消化させて、食べてね、すぐじゃなくて食べて2時間ぐらい休んで、それから筋トレして、もしその有酸素運動をやるんであれば、有酸素運動とそのトレーニングの後に、ただこれは長時間はやらないでほしい、20分以内トレーニング、あとはね回復をさせなくちゃいけないので、これはどっちかというと脂肪燃焼というよりは、健康維持というかね、クールダウン的な有酸素で、もし逆にこのもう一個のパターン、有酸素、食事、筋トレの順の場合は、これはボディービルダーの調整中のメニュー、俺はこれは現役とはおかしいけれども、プロボディビルダーとしての最盛期の時にはこれをやってた。大体その時のメニューは朝6時ぐらいに起きてね、有酸素やって、それから食べて、それから休んで、昼寝とかして、それから朝10時に筋トレと、そういう順番で俺は現役のほとんどをやってたので、これは2パターンあって、どっちも正解なんだけれども、その時の目的に応じて変えると。で、今俺がやってるのは、朝起きてすぐトレーニング、食事っていう順番なんで、今有酸素言ってないんだけども、これは俺が長年で、夜これは寝る前に結構俺食べるから、でそのまま起きて、グリコーゲンも筋肉内のグリコーゲン別に 減ってるんだけども、いやね、それほど別にスカスカになってるわけじゃないんで、トレーニングできますよと。ということで朝トレーニングやってて、これは時間がねあんまりない人とかね、俺はおすすめというか、別にこれやっても筋肉が減るとかそういうことはなくて、効果は十分あるということで、朝起きてね、食べてからだと、やっぱり食べてから休まなくちゃいけない、休むというか、ある程度は1時間後ぐらいのトレーニングでいると、食べてすぐっていうのは難しいでしょ、トレーニングね。なので時間がないという人だけど、トレーニングしたい人は別に朝起きてすぐ空腹のまま行っても、俺はそれほど悪影響はないというか、別にそれが好きでね、気分もいいしということであれば、俺は別に問題はないということでやってます。